越春軍は、中国の関代から東大まで、現在の四川省西南部と雲南省東北部に、またがって置かれた軍である。越軍とも書く。新末から、関の初めにかけて、現在の雲南省の一帯には、西南エビスと総称される所属が小さな国に分かれて、住んでおり、後の越春軍の地は、と呼ばれていた。現在の関東省及び厚生地湾族自治区には、 南越国があり、西南エビス諸国は、関と南越の両方に通行していた。元ナ江4年頃に南越と艦が戦争状態に入ると、艦は西南エビス諸国を動員して、南越と戦わせようとしたが、諸国は従おうとしなかった。元ナ江6年に、独力で南越を滅ぼした艦軍は、雲南地方に侵入して、小国の王を殺し、各地に軍を建てた。 その一つが、都に建てられた越春軍である。都、水球、霊石道、大昇、る、霊、海部、旗、大、宗と又、また、三甲、そ示す、竹縄、清水、甲青霊の十五県を要した。前巻末に六万千二百八個、四十万八千四百五人が、あった。軍は、駅州に属した。新の時に、州軍と解消した。 真の皇帝王坊に対する反乱が国内外で広がると、雲南地方もを反した。真が滅亡した皇子2年に、越春軍では、万位の任隆氏が、大衆のバイを殺し、自ら谷王を名乗った。やがて内戦の中国で、五冠の光武帝が抜きん出てくると、任隆氏は、剣武14年に死者を使わし、越春大衆の印偵を授かった。剣武19年、艦の将軍、 竜直が西南平定の軍を進めてくると、忍高氏はこれを欺き背こうとしたが、12月に竜直に殺された。五官の越春軍は、と、水球、霊石道、大のる、青、霊、秘密、三縫い、無、イム、霊、仙、ソシ大、旗、姑と目の14県を管轄した。三国時代に入って、越春軍は王朝の支配から離れていた。 240年、職官が越春大衆の長玉を派遣して、越春軍を平定した。進むの時、越春軍は、海部、と、秘密、帝、大等の五県を管轄した。南朝宗の時、越春軍は、と、進行、大登る、進む京、海部、秘密、帝、イケルリの八県を管轄した。南朝政の時、越春軍が置かれていた。 北州の時、越春軍は元州に属した。583年、隋が軍政を廃すると、越春軍は廃止されて、元州に編入された。586年、元州は青年州と改称された。598年、青年州は州と改称された。607年に州が廃止されて軍が置かれると、州は越春軍と改称された。越春軍は、 越春、と、いケルし、河川、大登る、部の六県を管轄した。618年、唐により、越春軍は、州と改められた。742年、州は、越春軍と解消された。758年、越春軍は、州と解消され、越春軍の故障は姿を消した。ありがとうございます。